何それ何それ、なんか境町の妖怪。え、全然わかんない。どういうこと、境町の妖怪。あー、覚えてるよ。わかりました。700円ね、あのおばちゃんの処理しながら前に。え、そう満月10日金曜日午前11時を回りました。ミスチルとタイヤが FM 那覇カルチャンプルーナ沖江通りスタジオから1時間生放送でお送りします。この番組はあなたのミュージックライフをサポートする創業65年宝楽器店、離れたくても離れられない沖縄料理ひとひねり離れ、あさと十字路沿い赤い看板が目印の琉球コスメハウス、お寿司もお刺身も食べ放題飲み放題居酒屋アパラギ、あなたの生活に健康を足し算、1たす2たす10たす、うまい安いでかい沖縄県内9店舗ジャンボステーキハンズ、お一人様も大歓迎、ラウンジオンザロードの提供でお送りします。始まりました。神奈川県出身沖縄在住8年の今日も明日も25歳、長谷川美鈴子と浮かれたパーソナリティミスチーです。今日もゆたしくウニゲーサビラということですね。今気づいたんですけど、画面が逆だねユーストリームの画面が逆でしたということで、後ほど直したいと思います、コマーシャルの最中に。ということで、毎週、毎月ですね、第2、第4金曜日は木下大サーカスさんに来てもらって、皆様に、いろんな情報、そしていろいろな質問も受け付けておりますので、ツイキャス、メッセージからもお待ちしております。1時間丸々お届けしたいと思いますので、楽しみにしていてください。メッセージをお待ちしています。メールアドレスはtayaga@fmnaha.jptayaga@fmnaha.jp、 皆様からのメッセージお待ちしてます。